名探偵アニャクロ。西のメインストリートで店を構える北条の女主人の店員、キャットピープルの二人組。ここ最近名探偵を名乗り始め、市民の依頼を受けては解決している。先日も港町メレンで事件を解決したらしく、探偵の依頼が多く集まっているという。名探偵したのにゃ。にゃふふふ、今日のお客は金払いよかったにゃ。これでミャーのハーレム建設の夢も近づいたのにゃ。ふざけた二人だ。ふざけた名前に、ふざけた顔、ふざけた格好。私はこういう知性のかけらもない連中が大嫌いだ。にゃにゃ、今視線が。視線、やっぱりなのにゃ。美味しそうなお魚がミャーを見てたのにゃ。死んだ魚の視線を感じていたのなら、それはただの勘違いにゃ。かわいいにゃ。買って帰るのにゃ。頭からバリボリ食べるのにゃ。かわいいと言ったくせにグロいにゃ。せめて宮川ちゃんに料理してもらうのにゃ。ふざけた二人だ。魚だね。探偵仕事の報酬で買ったのかい？そうなのにゃ。今日もミャーはバッチリ名探偵してきたにゃ。ミステリーでサスペンスな頭脳ゲームの末に、ついにミャーは犯人を捕まえて。軒先にできた蜂の巣を駆除してきただけにゃ。なんで言うにゃ。言わなきゃわかんないのにゃ。そもそもあんな依頼受けるにゃ。金払いは良かったけど、どこが探偵なのにゃ。ただの何でもやにゃ。うぅ、わかってるにゃ。でも探偵さんに依頼ですと言われたら受けちゃうのにゃ。店の仕事はサボるくせにね。しかし名前が売れてきたってのは本当みたいだね。おかげでこんな手紙まで来るようになったよ。名探偵アニャクロ様へだとさ。なんなのにゃ、その手紙は。もしかしてミャーへのファンレターだにゃ。違うよ。なんで違うのにゃ。なんでって、違うからだよ。絶対そうだと思ったのににゃ。期待させるんじゃないにゃ。私に言ってんのかい、このバカ娘は。多めに見てやってほしいにゃ。アーニャはアホだからしょうがないにゃ。この手紙はあんたたちへの挑戦状みたいだよ。挑戦状？ほら読んでみな。なになに？自ら名探偵を名乗っているらしい頭がお花畑のアホキャットピープル二人組へ。にゃにょー。うっさいにゃ、静かにするにゃ。頭がお花畑のアホキャットピープル二人組へ。突然の手紙、失礼する。自分は恥知らずのキケーラに憤りを感じているものである。キケーラが名探偵を自称し、そのアホ面を隠しもせずオラリオを確保している事実が実に腹立たしく不愉快だ。そこで自分はキケーラに挑戦することにした。名探偵ならば逃げることはないと思うが、
一応の保険はかけさせてもらった。挑戦を受けるなら下記の場所まで来たまえ。最後に自己紹介しておこう。自分の名前は怪盗レッドキャット。キケーラに恨みを持つ者だ。ではまた会おう。保険？酒場の貯蔵室から一瓶消えてた。私秘蔵の果実酒がね。この酒は預からせてもらうなんてふざけた手紙が代わりに残ってたよ。にゃにゃ、あの果実酒が盗まれたのにゃ。宮川ちゃんが大事に作ってきたやつだにゃ。まあね、とはいえ数あるうちの一本だ。腹立たしくはあるが、大して痛手ってわけでも。そんなのダメにゃ。絶対取り返すのにゃ。どっから出てきてんだあんたは。安心するにゃ、宮川ちゃん。母ちゃんの果実酒は絶対にミャーたちが取り返すにゃ。行くにゃ、クロエ。名探偵アニャクロにお任せなのにゃ。待つのにゃ。アニャ、なんでそんなやる気出してるにゃ。まあ、取り返してくれるってなら止めないさ。あんたのやる気がどこまで持つかは知らないけどね。うんにゃー、何やってるにゃ、クロエ。早く来るのにゃ。なんでそんなやる気出してるにゃ。報酬が出るわけでもないし、めんどくさいのにゃ。そんなに宮川ちゃんの果実酒を取り返したいのかにゃ。それはぶっちゃけどうでもいいにゃ。ちょ、おま、それよりライバルが現れたことの方が大事にゃ。ライバル？そうなのにゃ。有名な名探偵には必ずライバルがいるものなのにゃ。かっこいい名探偵を翻弄する謎の存在。くぅ、かっこいいのにゃ。挑戦状を送りつけてくるなんて、ついにミャーたちにもライバルが現れたのにゃ。そういうことなのかにゃ。そうに決まってるにゃ。ミャーは早くその怪盗なんとかに会いたいのにゃ。怪盗レッドキャットだにゃ。名前覚えてやるにゃ。いいから、クロエは助手としてミャーを案内するにゃ。さあ助手、どっちに行けばいいにゃ。いろいろ殴ってやりたいものの、勘弁してやろう。その通りを先にゃ。しかし変な場所に呼び出されたもんにゃ。クロエは呼び出されたとこ知ってるのかにゃ。確か有名な廃墟だったはずにゃ。誰も住んでいない大きなお屋敷にゃ。誰も住んでいない廃墟で名探偵と怪盗が初めての遭遇。ふんにゃにゃー、最高のシチュエーションにゃ。急ぐのにゃ。アホを焚きつけて旗迷惑な奴がいたもんにゃ。一体どこのドイツなのにゃ。着いたにゃ。頼もう。げえ、嫌なとこだにゃ。ジメジメしてるし、変なツタとか生えてるし、もうめんどくさいし帰りたいにゃ。あーにゃ、やっぱり戻った方が。にゃにゃれにゃれ、このミャーを呼び出すとはどこの世間知らずの子猫ちゃんかにゃ。せっかく前の事件も解決してようやく事務所でゆっくり休めると思ったのににゃ。仕方にゃい、遊んでやるから出てくるのにゃ。名探偵アーニャ・フローメルがお相手するのにゃ。アーニャ、
あなた疲れてるのよ。というか、もう私が疲れた。うにゃー、なんにゃその悲しそうな目は。アーニャがアホるたびに突っ込まないといけないメアの進路を理解してほしいにゃ。うわー、帰りてー。うにゃ、ドアが勝手に。のこのことよく来たものだ。その勇気だけは褒めてやろう。お、おみゃは。怪盗なんとかかんとか。レッドキャットにゃ、いい加減覚えろにゃ。ライバルじゃないのかにゃ。知らないやつの名前覚えるのって苦手にゃ。怪盗なのは合ってるから別にいいのにゃ。よくねえにゃ。ほら見るにゃ、アーニャがアホすぎるから怪盗が困ってるにゃ。続けてもいいだろうか。どうぞどうぞにゃ。会いたかったぞ、名探偵アニャクロよ。怪盗に名探偵って言われちゃったのにゃ。でへへへにゃ。照れてどうするにゃ。というか、おみゃはみゃたちを知ってるのにゃ。さあ、どうだかな。ただ私は、お前たちに恨みを持つものだ。それだけは伝えておこう。恨み？さて、ここに来たということは、私からの挑戦を受けるということでいいのだな。当たり前なのにゃ、怪盗なんとか。お宮の目的は一体何なのにゃ。レッドキャットだ。私の目的は至極簡単だ。お前たちのメッキを剥ぐこと、それが目的なのだ。メッキを剥ぐ。難しい言い方をするにゃ。よくわからんのにゃ。そんなに難しい言葉ではないぞ。もしわからないならお前の語学力に問題があるだけで。というか目的なんてどうでもいいのにゃ。宮母ちゃんの果実費を返すのにゃ。お前が目的を聞いたんだけどな。まあいい、さっさと本題に入ろう。果実紙を取り返したければこの謎を解いてみよう。謎？見るのにゃ。あにゃ、天井から紙が落ちてきたのにゃ。これが怪盗の用意した謎？解けるものなら解いてみるがいい。はっ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 は。もうお分かりだろうが、今お前たちに渡した紙は暗号になっている。その謎を解かない限り女主人の果実紙は返ってこないぞ。お前たちが本物の名探偵ならば解いてみるがいい。はっ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 は。もう何なのにゃこれは。何が書いてあるのかさっぱりにゃ。あーにゃ、意味がわかるかにゃ。あ、ダメだこれ。絶対に分かってない。声に出すんじゃないにゃ。せめて心の中で考えるにゃ。分かったにゃ。このアホ猫はきっと何も分からないにゃ。だって探偵とは名ばかりで推理なんて一度もしたこと。ふんにゃ、絶対に心の中でバカにしてるにゃ。心の中で思っても同じにゃ。ほんと面倒にゃ。もう仲間割れか。この程度の謎も解けないで名探偵とは片腹いた。うるさいにゃ。これから推理を始めるとこなのにゃ。そうかそうか、
まあ健闘を期待しているよ。それでは。あ、壁の中に消えたにゃ。隠し扉になってたのにゃ。私は隠れてお前たちの様子を見物させてもらおう。それでは頑張ってくれたまえ。ち、あいつをとっ捕まえて場所を吐かせれば簡単だったのににゃ。暴力で勝っても意味ないにゃ。これは怪盗との頭脳戦なのにゃ。肝心なとこ噛んで台無しにゃ。そこは聞かないのが優しさにゃ。とにかく名探偵アーニャに任せるにゃ。ああはいはい。雑に言うにゃ。にゃが今まで何冊の探偵小説を読んできたか知ってるのにゃ。アーニャはさっさと怪盗編読んで犯人だけ知ろうとするにゃ。全部じゃないにゃ。そういう時もあるだけにゃ。とにかく本気になった名探偵アーニャの推理を今から見せてやるのにゃ。アーニャがこんな真剣な目をするにゃんて、ここは信じてみるかにゃ。時間の無駄だけど。うん、まい。暗号、これは暗号だにゃ。必ずヒントはどこかに隠されているはずにゃ。もう一度文章をしっかりと読み直すのにゃ。そうすればきっと見えてくるのにゃ。まずいにゃ。単語の意味がわからんにゃ。ヒントどころか文章が読めないにゃ。なんでこんな難しい言葉を使うのにゃ。もっとわかりやすく言ってほしいのにゃ。うん、何かを考えてるっぽい難しい顔を作るのも疲れてきたのにゃ。ほぺたピクピクなのにゃ。ねえ、もうさっぱりにゃ。わからないにゃ。だいたい暗号って何にゃ。なんでいちいちめんどくさい言い方するのにゃ。口で言えばいいのにゃ。もうにゃ、にゃ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 。あにゃ、遅いな。まだ足止めするような仕掛けにはたどり着いていないはずなんだけど。ふにゃっぽー！な、何？聞いたことない声がしたけど。伝わらせてるだけにゃ。こざかしいにゃ。今から見つけ出してやるから覚悟するにゃ。だからそれは暗号を解けば。そんなもん解かないにゃ。というか解けないにゃ。わかる気配すらないにゃ。ミャーの脳みそをたくさん使わせてくれたお礼、必ずしてやるから待ってろにゃ。そんな名探偵いるか。
こかにゃ。うん、いないにゃ。じゃあ次にゃ、次。ここにゃ。いないにゃ。どこにいるのにゃ。今度はいるのにゃ。いないのにゃ。もうどこにいるにゃ。だから暗号があるんだから、それを解いてよ。せっかく作ったのに。あんな難しいの解けないにゃ。もっと簡単にしてくれなのにゃ。回答に向かって暗号を簡単にしろっていう探偵がどこにいるのさ。ここにいるのにゃ。これが名探偵アーニャのやり方にゃ。かっこよく言うな。うっさいにゃ。おみゃこそさっさと出てくるにゃ。どうやら全部の部屋に電線管が仕込んであるみたいにゃ。ご苦労なことだにゃ。隠し扉なんかに隠れて。あ、そうか、隠し扉を探せばいいのにゃ。そうだにゃ。どこに隠してあるのにゃ。この壁にゃ、この壁にゃ、この壁にゃ。隠れてる場所を見つける前に先に屋敷がぶっ壊れそうにゃ。何その破壊活動。ちっ、こっちじゃないにゃ。しらみつぶしに探すんじゃない。地道な反復作業で隠し扉を見つけようとするな。ふふ、怪盗レッドキャット、あなたはアーニャを見くびっていたようね。なんだと。アーニャはね、とびきりのアホニャ。もう語るのも面倒なくらい空前絶後のアホニャ。このままだとアーニャは屋敷を隅々まで破壊するニャ。それが嫌ならさっさと果実紙を返すニャ。探偵なのにこっちを脅迫するな。そんな名探偵聞いたことないわよ。もう。ないわよ。おみゃ、さては女ニャ。ミャーたちに恨みがあるとも言ってたし、おみゃ、ひょっとして知っているやつなのにゃ。私の正体なんてどうでもいいでしょ。それよりあのアホ猫をどうにかしてよ。どこだにゃ、どこだにゃ、どこだにゃ。地味に全ての壁をぶっ壊してってるにゃ。アホにしかできないアホパワーにゃ。にゃにゃー、クロエ、クロエ。どうしたにゃ、隠し扉を見つけたにゃ。そうじゃないにゃ、手が痛いのにゃ。うーにゃー、ジンジンするにゃ。全力で殴ってればそうなるのにゃ。なんで気づかないにゃ。ああ、もうここまでバカだと思わなかった。名探偵を名乗ってるから期待したのに。何言っているのにゃ。ミャーは名探偵にゃ。ちゃんと名探偵っぽい服も着てるのにゃ。着てるものの問題じゃないの。名探偵はもっとかっこいいの。そんなのミャーだってわかってるのにゃ。名探偵は超かっこいいにゃ。わかってない、わかってない、わかってない。そんな力ずくで解決する名探偵なんかいないもん。あんたみたいなアホ丸出しのやつが名探偵だなんて絶対認めない。うん、くぐ。確かにミャーはアホにゃ。暗号の一つも解けないにゃ。でも名探偵に憧れる気持ちは本物にゃ。おみゃにとやかく言われたくないにゃ。何を急にまともなこと言って。アホ
子探偵のくせに。誰がアホ探偵にゃ。ジタバタジタバタジタバタ。ジタバタって口に出して言う言葉じゃないにゃ。で、ん？ちょっと待つのにゃ、アーニャ。アニャ。ふむ、ふむふむ、なるほど。アーニャ、やつがどこにいるかわかったのにゃ。アニャ？今アーニャが地団駄を踏んだとき、一部の床だけ他の床とは音が違ってたにゃ。にゃ、にゃだって？それはつまり。どういうことにゃ？なんでわからないにゃ！床の下に空間があるってことだにゃ！怪盗レッドキャットは、アーニャが屋敷の中をどれだけ探しても見つからなかったにゃ。だが、どの部屋に入っても、電声管で会話できたにゃ。屋敷の中にいるのだけは間違いないにゃ。それでも見つからない理由は、おめあが地下室に隠れているからにゃ！クロエが、決め台詞っぽい感じの台詞を。ふん、決まったにゃ。なんでクロエが言うにゃ！ずるいにゃずるいにゃずるいのにゃ！ミャーが気づいたんだから、ミャーに言う権利があるにゃ。というか、私が本気出せば、推理なんて余裕だし。うふふ。よく気づいたな。褒めてやろう。本来の手順とは違うが、その観察眼は認めてやる。しかし気づいたとしてどうする？地下への隠し階段は暗号を解かなければ。どこにゃ、クロエ？ここにゃ！ほら、音が違うにゃ！おお、ほんとにゃ。確かに床が薄そうにゃ。聞いてるか？隠し階段を出すためには暗号を解いて。行くにゃ。せーの、ドリャー！トン！降りてきたー！名探偵アーニャ、水産。同じくクロエ、水産。すべての謎を解き明かし、ついに貴様を追い詰めたのにゃ、怪盗なんとか。どこが謎を解いてるのよ。最後まで力技じゃないの。いい、これが最後の警告よ。ちゃんと謎を解かなきゃ後悔することになるんだからね。うっさいのにゃ。さあ、ミヤ母ちゃんの果実紙を返すにゃ。やっぱりこんなやつ、名探偵じゃなーい！うわ、逃げるにゃー。うん、一体どこに行ったにゃ、あの怪盗なんとかは。レッドキャットだにゃ。いい加減覚えてやるにゃ。でも、屋敷の地下にこんな広い空間があったとは驚きだにゃ。いろんな部屋とかもあるのにゃ。これ、もしかして、あいつが全部作ったのかにゃ？ミャーたちに謎を仕掛けるために。そこまでしてないと思うにゃ。だいたい、そんなことする意味がないのにゃ。ミャーたちのためにそこまでして、あいつに何の得があるにゃ？まあ、そうだけどにゃ。とにかくあいつをさっさと見つけて。うん？どうしたのにゃ？あーにゃ、これを見るのにゃ。これ、ミヤ母ちゃんの果実酒だにゃ。ほんとだにゃ。
なんでこんなとこにポツンと置いてあるのにゃ。きっとミャーたちが急に来たから焦って隠し忘れたのにゃ。ラッキーだにゃ。ラッキーってそれ持って帰るのかにゃ。怪盗なんとかは捕まえないにゃ。別にほっといていいと思うにゃ。果実酒だけ取り返したら用なしにゃ。うん、そうかもしれにゃいけどにゃ。ライバルとの決着がまだにゃ。そういうのは次回でいいのにゃ。探偵小説だとよくある展開にゃ。確かにそうにゃ。ライバルの正体は引っ張るものにゃ。そういうことにゃ。さ、果実酒を早く届けるにゃ。にゃふふふ、宮川ちゃんきっと褒めてくれるにゃ。もしかしたら給料アップがあるかも。にゃにゃ、それは早く帰るにゃ。お給金アップだにゃ。アップだにゃ。というわけでにゃたちが無事取り返してきたのにゃ。おお、そうかい。こりゃ嬉しいね。大変だったにゃ。数々の困難を乗り越えてにゃ。そうなのにゃ。暗号を解いたりライバルと格闘したりにゃ。きっとミャーたちじゃなければ取り返せなかったんじゃにゃいかとにゃ。まあ別にミャーたちはミヤカーちゃんのために頑張っただけで別ににゃ。ご褒美とかはいらないけどにゃ。なんだいその三文芝居は。まあいいけどね。私の大事な果実酒を取り返してくれたのは事実だ。お礼してやらないとね。ふにゃにゃ。しかし戻ってくるとは思わなかったよ。どれ中身も確かめて。ん？ご褒美にゃ、ご褒美にゃ、きっと給料アップなのにゃ。いや、もしかしたら好きにサボってもいい券をくれるのかもしれないのにゃ。そしたら最高で。あんたらこれ飲んだのかい？飲むわけないにゃ。だって宮川ちゃんの大事な果実酒だにゃ。大事に持ってきたのにゃ。傷一つつけないように。うん、そうかい。じゃあ特別に一杯ずつあんたらにも飲ませてやるよ。え、いいにゃ。宮川ちゃんの秘蔵のお酒にゃ。今日は特別だよ。ほれ飲んでみな。にゃっはっは、嬉しいのにゃ。実は途中で飲みたくてしょうがなかったにゃ。みゃーもだにゃ。みやかあちゃん秘蔵の酒とくれば絶品間違いなしにゃ。じゃあいただきますだにゃ。ほにゃー。うん、私の果実酒じゃないよ。はにゃ。でも見た目がそっくりにゃ。同じお酒にしか思えないにゃ。だったら見た目の似てるもんを用意してたんだろう。一杯食わされたってことだね。にゃに、つまりあいつのトラップだったってことにゃ。クロエのアホ、ミャーはおかしいって言ったにゃ。忠告したのにゃ。今さら何言ってるのにゃ。アーニャもこれでいいって言ったんだから同罪にゃ。何をこそこそ喋ってるんだい。しっかり偽物を捕まされて騙されてるじゃないか。とん
だ名探偵がいたもんだよ。仕事サボってこのざまかい。待つのにゃ、宮川ちゃん。お許しを、お許しを。このアホンダラども、ごめんなさいにゃ、許してなのにゃ。はぁ、だから言ったのに。私は暗号を解かねばならないと何度も忠告したのだがね。まったく、本当の果実種を取り返したければ暗号を解くしかないのだ。まあ、君たちに解けるかはわからないがね。